はい、カツ丼特製の、山形県風の芋煮完成です。これがねものすごく美味しいですよ。もう自信料理です。僕宮城県人だけど、まあ山形風のね煮物が大好きです。自分で育てたね里芋入ってて嬉しいですね。うん、牛肉も美味しいんだよね。ちょっとネギ柔らかくなっちゃったかな。全部今回の材料費はですね、大体1500円ぐらいかかってますかね。あ、まあ、材料費とか、まあ、光熱費とか全部合わせて大体1500円ぐらいですかね。まあ、1200〜1300円とか1500円ぐらいだと思います。で、これ、まあ、大体その6杯分ぐらい作ったんで、お店で1杯500円だったんで、まあ、3000円ですよね。だからまあ大体半額ぐらいで済みますね。あの、自炊するとお店で食べるよりも半額で済みます、芋煮は。ちょっと牛肉使うからね、値段がちょっと上がっちゃうけど。でもね、この作り方でね、店よりも美味しいですからね。うん。じゃあ、食べたいと思います。いただきます。ああ、美味しい。うん。うん。この牛肉のね、優しい味わい、うん。この甘い醤油の汁とね、牛肉が本当に美味しいんですよ。なんかね、温まりますね。ほっとしますね、この味はね。じゃあ、里芋、いただきます。自分で育てた里芋。なんか濃厚でね、クリーミーですね。普通の里芋とちょっとなんか違いますね。味が少し違いますね。濃厚でクリーミーです。うん、美味しい、美味しい。なんか温まる。いや、ほんとね、これ僕の得意料理中の得意料理なんで、今回こうやって皆さんにね、紹介することができて嬉しいです。これ、芋煮って東北の人なのかな。うん、でも材料さえ買えば普通に全然日本全国沖縄の人も作れますから。うん、冬にはね、寒い時期にはこう、秋にはね、今里芋のシーズンですからね、ぜひ買ってきて、作ってみてください。この材料の組み合わせ、この材料が大事ですから、他の材料作っちゃいけません、使っちゃいけませんね。僕ね、山形のね、なんかちょっとそういう、ちょっと芋煮の町というか言ってね、まあなんかこう食堂というか入って、芋煮のねお店に入って、ちょっとこれよりも大きい器でね、まあ、ちょっとだけ大きい器でね、一杯500円だったんですよ。500円で高いなと思ったんだけど、まあ、ちょっと本場の味を知りたいということで食べたんですけど、手前味噌になって申し訳ないんですけど、こっちの方が美味しいです。こっちの方が美味しいです。完全に。だからもう芋煮に関して僕、お店の味以上に、まあ、そのお店が大したことないだけだったのかな。でも本当にこれ、うん、美味しいと思いますから、自信作です。やっぱ牛肉もね、柔らかい、うん、柔らかくて美味しいです。やっぱりずっとね、鍋に入れて最初から煮てると牛肉がもう硬くなっちゃうから、このやり方がやっぱりね、うん、いいと思います。牛肉がね、柔らかくて美味しい。うん、結局、ちょっと今回は塩使いませんでした。うん、塩使わなかったです。だし醤油と、粉末だしだけで作っちゃいました。うん、でもなんか大丈夫でしたね。醤油結構入れたんだけど、意外じゃなんなくて。この山さんのね、昆布つゆがやっぱ美味しいですね。うん、まあ、捨て間じゃないですけどね。本当に美味しいです。この甘みのね、あるね、醤油の汁がね、特徴ですね。うん、美味しいです。うん、あー、本当に美味しかったです。温まりました。ごちそうさまでした。はい、ということで、芋煮の作り方を紹介しました。皆さんぜひ作ってください。本当に美味しいです。自分で栽培した里芋で芋煮を作ってみました。ありがとうございました。